京都祇園の北米の寺田です。どうぞよろしくお願いいたします。私のビビ県産の一皿は丹後の鳥貝のわら焼き、すでりがけになります。去年コロナ禍で行き場の失った丹後の鳥貝を分けていただき、メニュー開発を行いました。今回はその中から一品ご紹介させていただきたいと思います。では貝を外していきます。両手で貝殻を持ち、左右にずらすようにして貝殻を外します。あと紐の部分を丁寧に外していきます。この紐の部分は黒い部分を取り去り、焼き台の上で串に刺して干します。包丁で紐の部分を切り取り、中を開いていきます。あまり深く広げすぎないようにして中の綿を取り出していきます。この綿の部分は蒸し器で5分ほどします。蒸せた綿は裏ごしします。鶏貝は水でさっと中を洗い、氷水に浸します。掃除した鶏貝はこのように串に刺し、藁を使って炙っていきます。きゅうりは蛇腹きゅうりにしていきたいと思います。切れたきゅうりは昆布を刺した塩水の中につけておきます。湯引きしたトマトを皮をむいて切っていきます。次にすでりを作っていきたいと思います。まず鍋にだしを張り、干した鶏貝の紐、それからお酒、米酢、薄口醤油を入れていきます。これで火をかけ、一煮立ちさせます。沸いてきましたらアクを取り去り、火を止め、干します。これを冷ましていきます。冷ましただしにパールアガーを入れていきます。火をつける前にしっかり混ぜ込み、パールアガーが溶けたら火をつけていきます。だしが沸く寸前に火を止め、氷水で冷やしていきます。この間冷めるまではずっとかき混ぜていきます。冷めましたら冷蔵庫の中でしっかりと冷やします。では盛り付けていきます。鶏貝は一口サイズに切り分けます。あとトマトときゅうり、すべて一度2つの中に漬け込み、素洗いを出します。これを鶏貝の殻に盛り込んでいきます。この上からすでりをかけていきます。仕上げに裏ごした肝を土田で伸ばしたものを添えます。次の料理人はこちらです。